テレ東。韓国国防省は今日、ロシアの軍用機が島根県の竹島周辺の領空を侵犯したとして、韓国軍の戦闘機が警告射撃を行ったと発表しました。韓国が領空と主張する空域をロシア軍機が侵犯するのは今回が初めてです。韓国国防省によりますと、中国軍機2機とロシア軍機3機が一時日本海上空の韓国の防空識別圏内に入り、このうちロシア軍機1機が2回にわたり領空を侵犯したため、韓国軍が対応したということです。連合ニュースが韓国軍関係者の話として伝えたところによりますと、中国とロシアがこの地域で合同訓練をしていた可能性があるということです。この問題をめぐり、日本政府は先ほど韓国とロシア両政府それぞれに対し、外交ルートを通じて抗議したことを明らかにしました。事案の発生を確認したのを直ちに ロシア韓国それぞれに対し、外交ルートで厳重な抗議をし、再発防止を強く求めたところであります。